草薙剛、白石和也、5番切りキャッチコピーを切り落としたポスター&予告公開。草薙剛、凪の字は、弓編に、千が主演し、孤狼の地、死刑に至る、病の白石和也が監督を務める5番切りの本ポスターが披露された。キャッチコピーを切り落としたノーキャッチコピーのデザインで、草薙が演じる復讐に燃える主人公、柳田格之進の横顔を捉えている。浪人、柳田格之進、草薙は、身に覚えのない罪を着せられた上に妻も失い、故郷の彦根藩を追われ、娘の絹と二人、江戸の貧乏長屋で暮らしている。しかし、かねてたしなむ以後にも、その実直な人柄が現れ、嘘偽りない勝負を心がけている。ある日、窮地の藩士により、悲劇の冤罪事件の真相を知らされた格之進と、絹は復讐を決意する。絹は、仇討ち決行のために、自らが犠牲になる道を選び。草薙が冤罪に貶められた浪人、柳田格之進を演じ、時代劇を初めて手掛けた白石監督とのタッグが実現。清原果耶、中川博史、奥野瑛太、後藤拓真、市村正親、斎藤工、小泉京子、国村俊らが共演している。本ポスターは、静寂と暗闇の中、精悍な表情で一点を見据える柳田格之進の横顔が印象的なデザイン。ある冤罪事件に巻き込まれ、復讐を誓った男の怒りが、ヒリヒリと伝わってくるかのようなこのビジュアルには、キャッチコピーすら切り落とされており、草薙の存在感が際立つ仕上がりだ。合わせて、と、場面写真も公開された。あの日の約束を、忘れてはおらぬな。忘れてはおらぬな。と激高する格之進の姿など、鬼気迫るシーンの数々が映し出され、父子による愛と感動のリベンジに期待が高まる。5番切りは、5月17日から、東宝シネマズ、日比谷ほかで、全国公開。